というわけで、他に質問のある方はどうですか。秘書のセミナーありがとうございました。園部先生に2点質問させていただきたいと思います。はい、1点目がインソール作られると思うんですけども、自宅内で痛い患者さんっていうのは対応はどうされているのかお聞きしたい。まずそれの質問からで、いろいろとできない理由とかたくさん出てくるんだけども、うん、でも特に若い時っていうのは一つは、ほとんど家っていう人は室内履きをあれしてる、ほとんど家っていう場合はね。でそれが一つで、そうじゃない場合はこれよく言うんだけど、インソールの場合は、メガネは、0.1 の人がメガネかけて 1.0 になると。でこれ1ヶ月してても外したら 1.0 だよね。だけどインソールの場合は徐々に間になっていくんだよね、というふうに考えてるの。だから裸足 と、だからこうやって最初こういうふうになってたら裸足が ここに来て ここにはならないけどここになっていって、だんだん学習していくから、そこも含めて、家の中もより良くなっていく。やっぱりあとはやっぱり根本は運動療法だよね。だから僕はどの患者も運動療法は大事だと思ってるから、運動療法を、効果的な運動療法を伝えていくっていうこと、これはもうどこまで行ったって終わりないよね。より効果的な運動療法をやっていくっていうことが大事じゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、先ほどの方もインソールで扁平足で結構ペタペタ歩く感じの方で、真ん中にパッドを入れられてたんですけども、結構足部が硬くてヒールリフトがすごい速い方、って形の方はどう対応されているのかお聞きしたいです。だからそれはそれでいっぱいいるよね。で硬い足っていうのはこれよく言うんだけど、柔らかい足ってこうやって沈むじゃん。だからこう上下にこう上下で言うと下の成分が強いわけで、片足はもう下の成分いかないから、まず真ん中上げちゃダメ。真ん中だから上のもう成分が上なんだもん全部。だから上じゃなくて上の成分をまず前に誘導するっていうことを考えていくんだけど、あともう一つすごい大事なのはこのグラグラがあるんだよ片足って。どっちにしたってこのグラグラを持ってんだから、基本的には両端が必要になってくるんだよね。真ん中は上げない、両端がある程度必要、ある程度ね。だからそこで安定して、上じゃなくて前方の、成分に変わっていくっていうことが大事。ヒールリフトが速くたって上じゃなかったらいいんだよ、成分が前だったらいいんだよ。だから上だったら、だから例えばアキレス腱炎とか、上だったら代表的なアキレス腱炎というなんだけど、アキレス腱炎も上じゃなくて前だったら別にそんなに出ないんだよ。前だったらちゃんと前方に行ってれば、でも上に行っちゃうと出るんだよ症状。だそういうふうにいろんな、なんだろうな、腰なんかもそうなんだけど、なんていうの、滑らかに反ってればいっぱい反ったってそんな出ないんだよ。でも局所で反ると、だから汚い反り方っていうか、だからなんだ動きもそうなんだよね。そういう傾向があって、だからそういうところを改善してするということを心がけています。ちなみにトップアスリートっていうのはほとんど例外なく硬いからね、足が。てか関節が硬い、ほとんど例外なく。よく言うけどバレリーナも関節硬いからね。関節は硬い、角度は持ってるけど硬いということは知っておいた方がいいかもしれない。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に質問ある方はいなければ、ちょっと私からもいいですか。はい。私からですか。それでは松田先生にちょっと個人的にちょっと聞きたいことがありまして、客観的な数値を取るためにいろいろなデバイスを活用されているんですけど、はい、あれどうやって見つけてるんですかっていうのがあれもう不思議すぎて、ちょっとどうやってこれ使えるかな、これ使えるのかっていうのが自分の中でどうやって判断というか。そうです。あ、いつまで経ったって終わりはないんだっていう考えが本当に大事だなというふうに思います。もう本当にそれこそ好奇心なんですよね。で結構教えてくれます、そういうの。自分でアンテナを張ってるっていうのももちろんそうなんですけど、パワーゲージの場合はもともとの知り合いだったんで、そういう筋力計を作ってたら面白いねって言って、もうそれを使ってっ
TS マイオンの場合は知り合いの PT がこんなのあるけど松田さん好きじゃないって言って教えてくれたんですよね、もう大好きですそんなのちょっと動かしたらこんな針が出てどうやってこれ使えるんだろうみたいな、そういうのはこうなんか、であとグリッド線なんかも本出しましたけど、あれもやっぱりこの後輩のアシスタントが教えてくれたん で、 でよくそう紙にこうねなんか格子とかってやってたけども、別にねあれで全然いいじゃないっていうね、やっぱそういうのはなんかこう もっともっとこれからねたくさん出てくるんでしょうけど、やっぱりこうちゃんと数字で出すとか数値が上がったことをこう証明していくとか、そういうのってすごく大事なんで、今ちょうど考えているのはあの今はあのエコーをすごくやるじゃないですか、エコーでそのエラストグラフィーって言って硬さが数値として出るものがあるんですかみたいなことをやっぱりこう教えてくれる人がいて、それ使って研究して IPNFA のミーティングで発表しようかなと思って、コントラクトリラックスとかホールドリラックスとか筋肉を緩めるってテクニックがあるんですけど、それで本当に緩むのかみたいな、その2つのテクニックで差があるのかと。それ購入したんですか？いや購入はできないですよ。それはとある整形外科で、ね、あるんで勇気あるなと。そこちょっとこう、ね、めちゃめちゃ高いですもんね。高いよね。普通の超音波でもね高くてってぐらいで、こうなんかちょっとこう協力してやっていくようなね、そういったことはこう考えてるんです。はい、ありがとうございます。はい、やっぱり好奇心っていうのが。好奇心ですね、やっぱり、はい、面白そうだなっていう。なるほど。そもそも先生に聞きたいのが、あの運動療法というか自主トレが、泉のごとく湧き出てくるなって僕の中で思ってて、あれはどこからヒントを得ているのかなって。まあだけどほらやっぱり今のあれでは満足してないところがあるからじゃないの、だからもっともっと もっともっと効果的なのはないかなっていうのがあるのと、あとはやっぱり動きの精度が、いやそれは入谷先生も思ってたよね、なんでいろいろこうやってエクササイズとか思い浮かぶのかなっていうのもあったけど、でもやっぱり自分の中で指標があるからさ、評価の指標だから味見力ってよく言うけど、それはだから動作だよね、動作を見てああこれいいなっていうのがあるから、アイデアが浮かぶっていうのがあるよね、だから指標があるから、だからやっぱり根本的には評価力だと思うよ、評価力があって、ということが言うんじゃないかなというふうになんか思いますね。だから皆さんの中でもどんどんいろんなものを取り入れてったらいいと思うよ、いろんなこと。最近なんか僕なんかもマッサージガンってすごいやたらと使ってるんだけど、僕も使ってますね、であれねすごい何がいいかってね、脂肪が柔らかくなる瞬時に柔らかくなる。だからこれ例えば進展制限でこうやってあって、前が張りますって言って30秒かけて柔らかくならない人っていないよ、だからだから狙いが大事なのは、素人がやるのと我々やるのはさ、機械使ったら同じかって違うから、狙いがちゃんとあるから、だからちゃんと自分がこういうふうに狙ってるんだっていうのがあれば、すごいより効果がねできるし、だから歩いててなんかあこれいいなと思ったら使えばいいと思うよ、どんどん、そういうのに限らず。だからやれることはいろいろあると思うから、やっぱりアンテナを持っているっていうことは結構大事じゃないね、ありがとうございます。というわけでですね、名残惜しいんですけれども、お時間がもう6時となってまいりましたので、園部先生、松田先生、本当に貴重なお答えをありがとうございました。はい、ありがとうございました。作家さんの皆さんもたくさんの質問ありがとうございます。これにて臨床 Q&A を終了いたしますので、園部先生と松田先生、大きな拍手を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。いろいろとできない理由とかやらない理由とかっていうのはたくさん出てくるんだけども、でも特に若い時っていうのはいつまで経ったって終わりはないんだっていう考えが本当に大事だなというふうに思います。ありがとうございます。